やる前のお腹周りが88センチ、太ももが38.5。うわー、めっちゃ効いたー。77.6、37、めっちゃ変わったー。はい、皆さんこんにちは、タートルです。体型に悩みがある皆さん、朗報です。今回は痩せるスピードを2倍上げるメニューとして紹介していきます。本当に2倍って思った皆さん、実は弱い筋肉は鍛えた方が効率がいいですよね。あまり伸ばさない筋肉を伸ばすことで体のバランスが取れます。可動域が上がります。要するに、いつもやらないメニューをやることが痩せるための第一歩なんです。伸ばしてない筋肉使うことでむくみが取れて筋肉が伸びて細くなるんです。一緒にやっていきましょう。仰向きで寝ましょう。このまま足を上に上げて曲げる、これを繰り返します。足を伸ばすとももの裏が伸びますよね。実はももの裏が硬いと姿勢が崩れてお腹が出ちゃうんです。この伸ばさない筋肉をしっかり伸ばすことで1回でウエストが変わりました。しっかりね、足をピンと伸ばしたすぐ曲げてもいいです。慣れてくると足伸ばしてる時間を増やしてください。です。今度は膝をぐっと抱えて腰とお尻を伸ばしていきましょう。腰がもし痛かったら、ちょっと足をね、交互に動かすと腰の力が緩みます。今回全部ね、簡単なストレッチで体が1回で変わりますんで、最後までやってみてください。メジャーがある人はね、やった後とかやる前とかに測っていくことで、ビフォーアフターがどんどん出てきます。はい、今度は片足伸ばして片足抱えましょう。できれば足の角度が外に向かないように真正面で抱えてください。少しずつ筋肉が温まって伸びやすくなりますから、前半少し硬くて痛くてもね、肩の方は慣れてきますんで、気持ちよく伸ばしていきましょう。やれば体が変わるってもんでもなくて、やらないことをやるのが一番大事です。よっしゃー、反対の足を行きましょう。ちょっと腰ブルブルするとね、楽になりますよ。考えましょう。反対の足はしっかりね、横に伸ばすようなイメージ。お腹も少しね、ぐーっと引っ込めると体がよく伸びます。伸ばさない筋肉を伸ばすと体は早く変わります。息を長く吐きながら伸ばしましょう。今度は伸ばして片足伸ばして片足は上。これ結構つらいです。たまに膝を伸ばしましょう。ちょっと手でね、もも裏持っててもいいです。たまに伸ばします。これ結構つらいですよね。ちょっと手でね、もも裏持っててもいいです。伸ばして曲げてを繰り返します。結構前のももがね、辛くて膝が伸びないと思うんですが、これ実は前のももが辛いんじゃなくて、ももの裏がね、実は辛いんです。なのでもも裏伸ばすと前もも痩せます。 OK、 ちょっとももがだるかったらね、軽く叩いてください。
足が太い人とか前ももの張りがある人はね、もちろん反り腰って言われてるんですが、この原因実はほとんど腿裏にあります。股関節とかね、腰とか腹筋が弱いとか言いますが、まずは腿裏なんですね。ここが一番大事。ここしっかり伸ばしたら本当に体の裏に変わってきます。膝曲げたままでグッとね、お腹を使った足抱えましょう。腰を床にね、押し付けながら足を抱える感じ。足だけ曲げたらダメです。お腹から足を抱えるイメージです。息を1回ずつふーっと吐きながら、ふーお腹を引っ込めます。1種目40秒って少し長いんで、きつかったらね20秒ずつでね休んでもいいです。全部の種目こうやってください。今度はね、腰をブルブルして体をゆすりましょう。手も足もね、こうブルブルっとしながら、これ筋電運動っていうんですが、全身のね、緊張、筋肉の硬いのをね、リセットできます。首もちょっと振りながらね、軽く全身に移りましょう。後半戦頑張っていきましょう。この膝をね、持ったまま転がってみましょう。本当は手を使わずに体を固定させて転がった方がいいんですが、ちょっと難しいと思うので、膝を持って動いてみてください。難しかっても真似だけでいいです。肘はできれば伸びてた方がいいんですが、難しい人は曲げて伸ばしてっていう感じでも始めはいいです。上手にできたらこんな感じ。OK。 今度はこのまま起きたら足を伸ばして戻る。ちょっとバージョンがね、上がっていくんで、真似だけでいいです。さっき転がれなかった人はね、同じようにね、これやってもいいです。皆さん全員ね、レベルが違いますから、できなくてもいいですよ。内側に倒す感じで動かしていきましょう。傾けない足をね、倒さないように固定したままです。動かないように、まっすぐまっすぐ。股関節の可動域をね、上げていきましょう。足の裏合わせて膝を開いて止まっておきましょう。枠に力をね、抜きましょう。力
カルマでいくとだんだん腰がね床の方に降りていくと思います。股関節硬いよーって人はねちょっとさすったり軽く叩いたり足を揺らしたりしてください。力が入ると伸びないのでねリラックスする状態を作るためにちょっと揺すってください。腰揺らしたりしていきます。で今度は膝を曲げてこのまま膝を開いたら閉じる。これでもしできる人は閉じるときに手でね押さえながら閉じる。外に手を広げながら。これでねバストアップもできて内転筋が鍛えられて足のラインが良くなっていきますので、スマホ見ながらはね難しいですが効果的なメニューなんでね頑張ってください。 OK、 はい、じゃあ今度はうつ伏せです。脇の下手をついて体を戻しましょう。体を起こしたら戻します。体持ち上げるの辛い人はちょっと手を前にしてやってください。息しっかり吐きながらね、あと少しですから頑張りましょう。はい、じゃあ今度は膝を片方持ち上げましょう。ぐーっと上体反らします。じゃあ反対足です。ぐーっと反らします。でまた反対足繰り返していきましょう。これでね、お腹も足も一回で変わります。OK。じゃあもう一度上を向きましょう。ラストです。手足上げた状態でブラブラします。手の足の力を抜きましょう。ブラブラするだけでいいです。手も足もね血流が全部ね動いてくるんでリンパの流れが良くなって緊張が緩んで足も手もすっきりします。で腰が床ついてるんでね反り腰治ります。最後までできたよって方はグッドボタンとコメントで教えてください。楽に体が変わりたいよって方はこの動画毎日朝晩寝る前どっちかかもしくは2回やってください。